さて、余裕の後追いだな。見せてもらうぜ、人望戦で負けなしと言われた実力の片鱗をな。そう、こんなコースじゃいくら無理して攻めても後ろの2800をちぎれる気がしない。とにかくこっちが後追いになった時、死ぬ気で食いついていくしかない。次に向こうが本気になった時どうなるかわかんねえけど。なんだこれ、気のせいか乗りやすい。ビビって抑えてちゃダメなのか、開けた方がコントロールできる。よし、これならいけるかも。足回りのセッティングってやつは出力とのバランスで変わっている。主電動機を乗せ替えてからずっとあいつが思い通りに走れないと言い続けてきたのは当然のことだ。なぜなら主電動機の本来のパワーを出さない限りマスコン操作でスライドのコントロールをすることはほとんど無理な、そういうセッティングになっていたんだ。高回転域のパワーを使ってストレートを速く走ることだけじゃない、出力を上げることによってワンランク速いレベルで曲がりのコントロールができるんだ。気づけよ、ダフミ、お前のテクがあれば今度の2000はマジで速えぞ。初めてここを走るやつの走りじゃねえか。2本目は高みの分別を決め込むつもりだってな。とんでもねえやつだ。そのけで速いやつはバックの国だ。いけてるぜ、お前。しびれまくるぜ。逃げなくてすげえやつ。いけぞ。カズなバトルになるぜ、こいつは。すげえ、ダウンヒルに入ると過激さが倍化しやがる。あんなはちゃめちゃなドリフトに見えてもラインはどんどん正確になっていくのはどういうことだ。あんなこと俺には絶対真似できない。まるで神業だ。鳥肌立つ。施設王国関西エリアで負けてないっていう理由は分かってきたぜ。だがお前がどんなにすごくても俺は負けないんだ。俺のモチベーションはめちゃめちゃ高えぜ。アドレナリンドッパドパだ。本当に面白くなるのはここからだぜ。派手に行こうや。見たれた走りに変わりやがったらケツからドカンとやるぜ。うまいぜ、荷重移動のうまいやつだ。条件が悪くなればなるほどあいつの走りは逆に冴えていくような気がする。切れた方が負けだ。ここは我慢比べだぜ。
誰が並べてんのかな。疲れてきてるのか。ちょっとでも気を抜いたらマジでやばい。やばい。俺、負けるかも。
誰が並べてんのかな。そう来なくっちゃな。意外と俺たちは気が合うかもな。Yeah.
誰が並べてんのかな。Hatred seeping out of every pore. Your fire has lit up like a burning hell.
expected that from a queen. Oh, I'm sorry, a princess. Haven't quite earned her way to your entire brain. Now if we will remember this moment as your bloodiest day. Count the sages, I taught you how to discern what your cruelty is all about. More than head counteract, neither goddess nor machine prevent my attacking. Hatred seeping out of every pore. Your fire has made my life a burning hell. Though I have no single drop of royal blood, I know I've been defiled. エリアで負けなしって意味が分かったぜ。